じゃあ一応そういう研修があって、そう研修の前に、まあ、でも日本で準備しなきゃいけないのはいけなかったのは健康診断を通ってなきゃいけないっていうのと、じゃあ向こうの指定の項目を、船会社の指定の項目なので、うん、日本人の場合は研修受ける前に、まあ、決まる人と決まらない人がいるんだけど、大体この船に乗るっていうのが教えてもらえたので、その船に合った健康診断の項目をクリアして、それも日本でやってるところが少ないので結構めんどくさいんですけど、うん、であとはアメリカの何人ビザっていうんだろうな、 C1D ビザっていうんですけど、船員さん専用なのかな多分、うん、でも、海で働く必要なのか、 C1D ビザを取っていなくちゃいけないので、その準備をしとかなきゃいけないのと、 C1D、うん、ですね。あと犯罪歴がないとか、はい、それはなんか必ず出さされるよね。うん、なるほど。じゃあ結構やる準備も結構大変。そう、わかんないことが多いので結構大変ですね。うん、大変でしたね。うん、特に誰もサポートしてくれる人もそんなに、そうだよね、その時はいなかったので、今はわかんないけど。全部、私も覚えてるの、こんななんか、コントラクトだけじゃなくて、セミナーこんな感じで喋ってくださいみたいな、こんな分厚いの持ってた記憶がある。いや、そんな分厚いの持ってた。全部英語じゃない。そんな分厚いのもくれ、そんな親切でもないんですけど。でそれ何しろ全部書類が英語が当たり前だけど英語だし、あの契約書も英語なわけでしょ。もちろん大変だよね。ビザにしても何にしても今まで知らなかった単語でしょ全部。そうですね、調べつつみたいで用意ができました。ここまでに漏れはないでしょうかと思います。で、もうだいぶ前のことだよね。そうだよね。6年前か。で、出港する日にちと港が分かりましたと。それは基本的には、研修に行ってからいつ出発って言われるので、もしかしたら待たされる場合もあるし。じゃあまずそのロサンゼルスに研修に行くのが最初。そうですね。で、たらじゃあまあ一旦帰ってこなきゃいけない感じなの。いやどうでしょうかね。私の場合はその4日後出発だったので4日ロスに滞在して、それからマイアミ出発でマイアミに飛んでっていう感じで。でも他の人は、ね、じゃあもう行く時にはそのまま出航するぐらいの準備を持って行ったそうです。そうです。そうなるかどうかも行ってみないとわかんない。多分基本的にはそうなるんだと思うんですけど、 あまりこう往復全部自費なので、うん、行ったり来たりはさせないと思うんですけど、うんうん、なるほど。じゃあロサンゼルスにあってマイアミまで行くのも自費だし、そっから、まあ、その当時はその区間は自費じゃなかったんです、うん、ロスから飛ばされる時は、うん、でも多分今は自費かもしれない、うん、じゃあドメスティックは出してくれる場合もあった。今は分かんないけど、分かんないけど。なるほど。でそこから例えば、マイアミについてマイアミのステイとかマイアミの自分の、ホテルから港までに行くとかも何もサポートない。ないですね。結構大変だね。